小豆島中学校で開かれた演劇のワークショップです。劇作家や演出家として活動する平田織座さんを講師に迎え、生徒らはまず台本作りに挑戦。転校生がやってくるという設定で1時間ほどかけて作った演劇を披露しました。鈴木ダイヤモンドプリンスです。ピーターパンの仕事の都合で連れてこられました。でも演劇部やったんじゃないん？平田じゃみんなやるから。でも絶対うまいやん。それな、うまいに決まってるやん。そんなことない。ワークショップは生徒のコミュニケーション能力を育てようと町が毎年開いているものです。少しでもこう他者理解とかが進んで、高校大学に進んでもですね、きちんとコミュニケーションが取れるようになってくれるといいなと思って。